こんにちは、アキラです。ということで、今回なんですけども、デュオアリーナの初動が安定する最強の効果場所を紹介していきたいと思います。はい。今回の動画のテーマは、デュオアリーナの初動が安定する効果場所というテーマで動画をお届けしようと思うんですけども、今回紹介する効果場所は、アリーナの初動も安定するんですけども、デュオ大会とかの初動でも結構安定させることができる、めちゃくちゃ強い効果場所という風になっております。はい。実際に僕自身も先週のデュオキャッシュカップで、スイッチでのことをデュオ大会に出て、初動そこに降り続けたら初動は結構安定してたんで、まあなかなかに敵が来にくく物資も揃いやすい効果場所なのかなと思います。はい、デュオアリーナで安定する効果場所が知りたいという方だったり、デュオ大会に向けて効果場所を決めていきたいという方は、この動画をぜひ最後まで見ていってください。それでは早速アリーナで解説していきたいと思います。クリエイターサポート AKIRA285、 よろしくお願いします。はい、ということで早速解説の方をしていこうと思うんですけど、一応今回紹介させていただく、デュオアリーナの初動が安定する効果場所というのは、ここですね。はい、ここ。もう本当にね、近くに街がない場所になるんですけど、まあ、チョンカーズスピードウェイの本当西の方のここのお家とか、まあ、この辺にある洞窟があるんですけど、ここの洞窟というお話になっております。はい。まあ、オープニングでも話したんですけど、まあ、この前ね、スイッチ勢のことをデュオキャッシュカップに、まあ、ちょっと出ようやって感じになって、出た時にですね、まあ、ここの効果場所に結構降りてたんですけど、本当に敵も来にくく、初動がめっちゃ安定してたんで、本当にデュオアリーナではね、もう全然、もう穴場スポットなんじゃないかなっていう感じで、あります。はい。で、一応ここの効果場所なんですけど、なんか、おるよな、一人な、えぐいの。ちょっと待ってな。あれ？どこ行ったの？さっきの人。航路変えたんかな？一瞬で。まあ、とりあえず、デュオアリーナで降りる場合は、基本的に、まあ、今僕が降りたお家と、まあ、こっちの池の真ん中に宝箱あるんで、まあ、そこの方ね、分かれて降りるっていう形を取っていくのがベストなんですけど、まあ、今回はちょっとこっちからをね、立ち回り見せていきたいと思います。まあ、さっきのお家はね、まあ、僕がさっき手にした通り、まあ、クーラーボックスが2つあって、さらに宝箱がね、2個あるっていう感じの効果場所という風になっております。はい。わ、ここ開けられたか。で、さっきのね、お家を漁った後は、ちょっとこっちに行っていただいて、まあね、あるものがあるんで、ちょっとそれを開けていくわけなんですけど、ここね、みんなしとった？こんなところになんか、こんなんあるんよ。知らんやったろ？オッケー。まあそうなんですよ。まあこんな風に、実はね、ここの湖の近くの、この岩って、こんな風になんか下に潜れるようになってるんですよね。知らんやったろ？俺もね、こん前のデュオ大会で初めて降りたんやけど、それまで知らんやったもん。で、一応ここには、こんな風に、まあ、宝箱があって、それプラスチャグ感があるんですよね。なんで、シールドも節約することができつつ、物資もね、ある程度揃えることができる。で、さらに、まあ、ちょっとね、少ないっちゃ少ないんですけど、こういった缶とかね、こういった鉄の棚とか、あとは、これ。こういうのがあって、軽くね、鉄も集めることができるっていう感じの強みもあります。まあ、がっつり集めれるわけじゃないけどね。うん。やっぱり今シーズンって鉄取れるとこ少ないんで、こんな風に少しでもね、鉄が取れるっていうのは、まあ、ちょっと熱いのかなと思います。はい。で、まあ、木材とかに関してはね、こういったのを叩いていけば、普通に乾燥させることができます。こういったのも木材なんで。うん。あぶねー。で、まあ、とりあえず、こんな風に、まあ、2箇所の効果場所がありますと。はい。で、ここを漁り終えた後は、ちょっと行ってほしい場所があるんですけど、ここ、ここ。ちょっとね、こっちの方に、実はね、ここもクーラーボックスと、この魚のやつがありまして、ここでもね、ワンチャン回復アイテムを手に入れることができるっていう感じになってます。やっぱクーラーボックス強いっすよね、本当に。で、さらにこの後なんですけど、この後は、ここのボートを使って、さらにね、行ってほしい場所があるんですけど、こっちですね。今回あるかな？あ、ないな。
まあ、今回ちょっとないんですけど、一応ね、こことここに岩がありまして、そこね、スパイダーマンの密室が取れるようになってますんで、ワンチャン、ここの近くに敵が降りてなかったらスパイダーがね、余ってることがあるっていう感じの場所になっております。はい。で、ここでスパイダーマンを取った後は、その後ね、またちょっと行ってほしい場所があるんですけど、こっちの方に行っていただければ、はい、裂け目があるんで、まあ、ここでアンチ移動することもできますし、デュオアリーナの場合とかであれば、ここの倉庫をね、二人でサクッと開けることができますんで、ここで倉庫を開けるのもありっていう感じの内容になっております。はい。まあ、ここまでが大体一連の流れかなと思います。うん。まあ、一応僕とそのスイッチ勢の子はデュオ大会の時に、もうこれと全く同じような感じの立ち回りを行ってたんですけど、これで基本的に初動は安定して、スパイダーマンが取れるときは取れるのかなっていう感じでいけてました。はい。まあただね、初動からスパイダーマンが確定で手に入るとか、もう最強武器が初動から手に入るとか、そういった感じは強みはないんですけど、本当にね、近くにマッチがないんで、本当に安心して漁ることができるっていうのが一番の強みなんじゃないかなと思いますんで、よかったらこの効果場所ね、参考にしていただければなと思います。で、結構急ぎ足の解説になってしまったんで、最後もう一度、デュオアリーナをするときの立ち回りを想定して解説をしていくんですけど、デュオアリーナをやるときは、まず一人がこっちに降りて、一人がこっちに降りますと。はい。ただもし敵さんが降りてきた場合は、二人で固まって降りた方が、初動の勝率というのは上がるんで、二人固まって降りるようにしてください。で、その時に、こっちのお家に降りてしまったら、物資量が少なくて、確実にこっちに降りた敵さんとかに負けてしまうんで、できればね、こっちの地下の方にね、降りるようにしてください。で、こことここの物資を漁り終えた後は、ここで、まあ、魚とクーラーボックスを取ります。で、取った後は、ここのスパイダーマンを取ります。で、そっからね、ここの基地に行って、宝箱とかを開けたり、裂け目を使ってアンチ移動することができます。で、ちょっと一つ言い忘れたことがあるんですけど、もしね、鉄が全然集まらないよっていう場合は、ここの建物とかにね、行ってあげれば、鉄結構集まりますんで、最悪、ここは去った後に、ここで鉄を狩るっていうのも一つの手なのかなと思います。はい。まあ本当にね、デュオ大会降りてみて、ここ結構安定してたんで、皆さんぜひよかったら使ってみてください。アリーナでも本当に敵が来にくく安定すると思います。ということで、ここからはですね、まあ普通に、デュオアリーナの方、デュオじゃねえわ、ソロアリーナの方やっていきますんで、まあ暇な方はぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。なんかスパイダー来てね。いや、エグいって。もう一生ご利用してくるやん、この人ら。えぐいな、マジでこのゲーム、ほんまに。荒野行動や、もうこのゲーム、ほんまに。もうガチ荒野行動、このゲーム。なんなの？意味わかんないんだけど、本当に。絶対飛んでくるよな。あれ、大丈夫？あれ？ちょっと、済ませてもらうよ。おお、だいぶいい武器持ってんや。あ、取られた。
リロードして、え、逃げた、ガチか。よいしょっと。あ、まずい。え、嘘でしょ。はい、ということでね、今回は、デュアリーナの初動が安定する効果場所を解説させていただきました。今回の動画が面白かったためになったという方はぜひチャンネル登録、高評価、そして何かコメントの方お願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。